さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するのはフジパンスナックサンドグリーンカレー味です。フジパン株式会社は2019年4月1日より山盛株式会社とのコラボ商品であるスナックサンドグリーンカレー味を発売しました。2007年以降、首都圏を中心にタイ料理レストランは年々増え続けており、日本でも食のジャンルとしてタイ料理が浸透していることを裏付けています。中でもグリーンカレーは青唐辛子などの香辛料で作ったグリーンカレーペーストと鶏肉などの具材、ココナッツミルク、ナンプラーなどを煮込んで作ったタイの伝統料理。独特の香りと辛さが癖になる味わいはタイ料理の中でも特に日本人に人気のメニューで、食品でも様々な商品が発売されています。今回発売されたフジパンスナックサンドグリーンカレー味は、中の具材を山盛株式会社が直接開発、製造を受け持ち、人気のグリーンカレーの味わいをそのままスナックサンドに詰め込みました。食パンに合うように粘土や配合を調整したスナックサンド専用のオリジナルレシピとなっています。癖になる山盛りのグリーンカレーをぜひスナックサンドでもご賞味ください。ということで、半分に切って中身を見てみました。結構たっぷりと入っていますね。色合いもグリーンカレーの緑色が真っ白なパンに挟まれて綺麗です。ランチ風にしてみました。食べてみた感想、これは美味しいです。確かにタイの味、グリーンカレーですが、パンのまろやかさがクッションになっているせいか、グリーンカレー独特の激辛感はありませんね。これなら辛さの苦手な方やお子様にも美味しく召し上がれると思います。エスニック風カレーサンドといった趣ですね。小腹の空いた時に袋からさっと出して食べられて便利ですし、見た目もおしゃれですから、お弁当にもおすすめです。山盛りのあの味とフジパンスナックサンドがコラボ、ランチにおやつに何かと便利な2枚入り。本日はフジパンスナックサンドグリーンカレー味を紹介しました。田中恵美里でした。